ささん、井川さんすすごいですよね。やっぱこうリミッターを外すっていうか見てるところが違うんですよね100億を目指すから24億でまだいこうと思うのかもしれませんし通常の人はね1億っていうのがまあ一つのゴールになっちゃって区切りになってるので24億って言ったらやりすぎだろうみたいに思っちゃうんですよねでもコップにどのぐらい貯めれば自分は満足なのかってみんな違いますから 自分はこのぐらいで満足と思うから、お前もそうしろよみたいなね、おかしな話ですよね。みんな感覚違いますから。昔ね、デーモンくぐれさんがね、こんなこと言ってたんですよ。将来の夢と聞かれて、平凡なサラリーマンでいいやと思うやつは、平凡なサラリーマンにもならないっていう,うにね。というのが、平凡なサラリーマンでいいやって思うやつが、ワンサがいる中で競争があるんだよ。じゃあ最終的に平凡なサラリーマンでいいやって思う人が、どんな夢を持ってるかって言ったら、 できるところまで出世してやる、会社の社長に上り詰めてやるっていう人が、社長に上り詰められずに、部長にもなれずに、課長にもなれずに、平凡なサラリーマンに収まっているっていうのが、その図式なんでね。最初から目指すところに行けるわけないと。もっと高いところを目指して、着地するのがここだよってことらしいんですよ。いや、でも、クールさんね、中学生の時に、私、あの、そのメッセージを聞いて、あ、なるほどなと。平凡なサラリーマンを目指していたら、平凡なサラリーマンにならない。むしろ、 30とか50を目指すから最終的な着地が5とか10になるんだだから10倍ぐらいの目標を持っていた方がいいんだなとそれが普通なんだな適当なんだなと思ったんですようんそれからね30年ほど経って最近こんなこと言ってるんですよデーモンクウレさんがあるインタビューに答えて最近どうですかあのいろんな形で、えー、頑張ってますかみたいなこと聞かれてね質問を忘れたんですけどもデーモンクウレさんはね デビュー当時のこと20代の頃から思い出して振り返って最後にこう締めくくったんですようーん我が輩はなパワーは減っている確かに若い頃のパワーはないパワーは減っているんだけどな時間が経った分技術は上がっているよっていうことなんですよいやそうなんですよね私たちは年を追うごとに衰えていくものもあるんですよでも時間を積み重ねていって培われるものもあるはずなんですよ時間を重ねて培うものを培わなかった人は 衰えていったパワーの分だけマイナスになるっていうのが40代とか50代の現実なんじゃないかなそこで大きく差がついてるんじゃないかなっていうふうに感じまして確かにデーモン小暮さんは黒みさライブっていうのをねガンガンやるわけじゃないし新曲をバシバシ出すわけでもないそういう発想とかパワーは減ってますけどもでも洗練された歌とかねトークとかね見識とかっていうのはやっぱり20代の頃には考えられないぐらいこう拡大して広がっていったんじゃないかなと思うんですよそして音楽のファンだけじゃなくって。 いろんなマーケットに対して物申すすごいマルチなねまさに世界を支配するぐらいの見識を持ってるんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい